皆さん、こんにちは。パソチャ TV へようこそ。今日は Excel で会計の費用集計表を作ります。シートは複数枚使います。最初は12ヶ月分の記録を1票で表示させます。次に月ごとの記録を表示させます。データの集計方法はいろいろとあるのですが、今回は Excel は触ったことがあるけれども、あまり頻繁に携わることのない方や、自治会やサークルの会計係が順番で回ってきて、ひとまず記録をしなくてはいけないという時の参考の作成方法をご案内していきます。計算式はあまり使いません。また、印刷を前提として作成は行いませんので、画面で見て分かりやすい書式設定を行います。一緒に練習をしていきましょう。スタートボタンをクリックしてすべてのアプリから Excel を起動します。空白のブックをクリックします。Excel が起動しましたら早速表を作成していきましょう。セル B の2をクリックします。入力モードは日本語アにしておきます。キーボードの半角全角キーを1回押して入力モードを日本語にしておきます。ではこちらには科目と入力します。スペースキーで変換して画面のような科目になりましたらエンターキーで確定します。次に C の2をクリックします。こちらには会議室使用料と入力します。M の2、セル M の2をクリックします。こちらには2024と入力します。次にセル N の2には年と入力します。画面のような年になりましたらエンターキーで確定します。セル C の2から D の2までを範囲選択します。ホームタブよりセルを結合して中央揃えをクリックします。続いてセル B の2から C の2までを選択します。ホームタブより罫線ボタンの下向きの矢印をクリックし、格子をクリックします。再び罫線ボタンの下向きの矢印をクリックし、太い外枠をクリックします。さらに太字をクリックします。続いて配置グループより中央揃えをクリックします。次にセル M の2から N の2を選択します。ホームタブより罫線ボタンの下向きの矢印をクリックして太い外枠をクリックします。太字をクリックし、配置グループより中央揃えをクリックします。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。セル N の4をクリックします。こちらには単位、コロン、円と入力します。できましたらセル N の4は太字にしていきます。続いてセル B の5をクリックします。セル B の5は表の書き始めのところになります。セル C の5をクリックします。1月と入力します。入力できましたら、再びセル C の5をクリックします。太字、さらに配置グループより中央揃えをクリックします。セル C の5の右下のフィルハンドルにマウスをポイントします。マウスの形がこのような少し太めのプラスに変わりましたら、マウスの左ボタンを押したまま右へとドラッグします。セル N の5までドラッグします。N の5まで来ましたらマウスを離します。自動的に1月、2月、3月と12月まで表示できました。続いてセル B の6をクリックします。1日、
1日と入力します。できましたらセル B の6には太字、それから配置グループより中央揃えをクリックします。セル B の6の右下のフィルハンドルにマウスをぴったりとポイントします。マウスの形がこのように少し太めのプラスに変わりましたら、マウスの左ボタンを押したまま下へドラッグしていきます。セル B の36までドラッグできましたらマウスを離します。こちらもオートフィルの機能によって自動的に1日から31日まで表示させることができました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。セル B の37をクリックし、こちらには合計と入力します。セル B の37にも太字と中央揃えの設定をかけます。できましたら全体に格子を設定します。画面は少し縮小して表全体が見えるようにしていきます。セル B の5からセル N の37までをドラッグして選択します。できましたらマウスを離します。罫線ボタンの下向きの矢印をクリックし、格子をクリックします。続いて罫線ボタンの下向きの矢印をクリックして太い外枠をクリックします。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。表全体に格子が入り、外枠ができました。ではセル B の5から N の5をドラッグして選択します。ホームタブよりフォントグループの塗りつぶしの色の下向きの矢印をクリックして、テーマの色より青アクセント5をクリックします。続いてセル B の6からセル B の37をドラッグして選択し、こちらも同じく塗りつぶしの色は青アクセント5をクリックします。こちらはお好きな色で構いません。セル B の36からセル N の36までを選択します。ホームタブより罫線ボタンの下向きの矢印をクリックして下二重罫線をクリックします。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。セル C の37から N の37までのセルには月ごとのデータの合計が入るように計算式を入れていきます。セル C の37をクリックします。ホームタブより編集グループの中の合計オートサムボタン、こちらをクリックします。セル C の6からセル C の36までをドラッグします。ドラッグしますと範囲選択したセルの周りに緑の点線が表示されます。また数式バーには C の6から C の36までが選択されているというふうに表示されています。こちらを合計したものをこのセル C の37に表示させます。画面のように選択できましたらエンターキーを押します。データがまだ何も入っていないので0と表示されます。続いてセル C の37を再び選択しましたら、セル C の37の右下のフィルハンドルにマウスをポイントします。マウスの形が少し太めのプラスに変わりましたら、マウスの左ボタンを押したままセル N の37までドラッグしていきます。できましたらマウスを離します。セル C の37から N の37まで計算式が入りました。続いてこちらも太字にしていきます。次にセル C の6からセル N の37までを範囲選択していただいて、ホームタブより数値グループの桁区切りスタイル、こちらをクリックします。今はまだデータを入力していないので桁区切りが
表示されませんが、あらかじめ桁区切りをしておきますので、4桁以上の数字には桁区切りのカンマが入ります。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。次に、このシート、シート1という名前がついていますが、こちらのシート名を変更していきます。シート1と書かれたところ、こちらをダブルクリックします。シート1の周りがグレーになりました。この状態でバックスペースキーを押します。シート1の文字が消えてカーソルだけがチカチカしています。ではこちらには会議室、使用料、集計、2024と入力してエンターキーを押します。シート名が変わりました。では次に月ごとのデータを表示させる表を作っていきます。会議室使用料集計2024の隣にプラス新しいシート、こちらにマウスをポイントしてクリックしますと自動的に新しいシートが作成されます。さらにシート名はシート2というふうに表示されます。ではこちらに月ごとの表を作成していきましょう。シート2のセル B の2をクリックします。こちらには日付と入力していきます。次にセル C の2にはナンバー NO.ピリオドですね。こちらを入力します。次にセル D の2には単価括弧円閉じ括弧と入力します。次にセル E の2には点数と入力します。セル F の2には金額括弧円閉じ括弧と入力します。セル G の2、こちらには適用、画面のような適用と入力します。列幅は特に設定をしませんが、分かりやすい列幅にしていきます。ナンバーのところは少し縮めて、適用は少し長めにしておきましょう。また日付のところも少し広くしておきます。ではセル B の2からセル G の2までをドラッグして選択します。ホームタブより太字、配置グループより中央揃え、できましたら次はセル B の3をクリックします。これから作るのは月ごとのデータを表示させる原本を作っていくのですが、日付を表示させる時の設定を確認したいので、原本にも1月の日付を入れていきます。表が全部できた後にこのデータは消していきます。ではセル B の3には1月1日1スラッシュ1と入力します。エンターを押しますと自動で1月1日と入ります。この1月1日は実は年も入っていて、数式バーでは2024年1月1日と表示されています。こちらの年の部分が表示されない形式でセル B の3にはこのように表示されているかと思います。続いてセル C の3をクリックします。こちらには1と入力します。エンターキーで確定し、セル C の4には2と入力し、次にセル C の5には3と入力します。1日に適用の内容が3件ぐらい出る程度の表を作っていきます。会計の内容によっては同じ日に3件ではなくて5件も6件もあるという場合もあるかと思います。その場合は今回の集計方法ではない方がやりやすいのではないかと思います。今回はだいたいその日に同じ
この費用項目で3件ぐらいの内容が表示されるような会計内容の表を作っていきます。では続けて入力をしていきます。セル E6 をクリックします。こちらには合計と入力します。さらにセル E6 は太字配置グループより右揃え、こちらの設定をかけていきます。次にセル B3 からセル B6 までを範囲選択をしましたら、ホームタブより配置グループのセルを結合して中央揃え、こちらをクリックします。セル B3 をクリックします。ホームタブより罫線グループの下向きの矢印をクリックし、外枠をクリックします。次にセル C3 からセル G5 までをドラッグして選択します。罫線ボタンの下向きの矢印をクリックし、格子をクリックします。次にセル C6 からセル E6 をドラッグして選択します。罫線ボタンの下向きの矢印をクリックして外枠をクリックします。セル F6 からセル G6 をドラッグして選択します。罫線ボタンの下向きの矢印をクリックし格子をクリックします。続いてセル B3 からセル G6 までをドラッグして選択します。罫線ボタンの下向きの矢印をクリックして太い外枠をクリックします。できましたら一度何もないところでクリックして選択を解除します。これで1日分の記録ができる表が作られました。では次にセル B3 をクリックします。右下のフィルハンドルにマウスをポイントします。マウスの形がこのように少し太めのプラスに変わりましたら下へドラッグしていきます。画面は少し表示倍率を小さくしていきます。ではセル B3 にマウスをポイントし、フィルハンドルにマウスをポイントしましたら、マウスの左ボタンを押したまま下へとドラッグしていきます。そうしますと1月2日3日と表示されていきます。31日までドラッグしていきますが、もしやりにくいようでしたら途中でマウスを離していただいても大丈夫です。マウスを離しましたら、また次のところから進めて1月31日まで表示されるように、セル B126 まで来ましたらマウスを離します。1ヶ月分表示できました。では画面をスクロールして一番上まで戻していきます。次にこの表に計算式を入れていきます。セル F3 をクリックします。こちらの金額のところには1つあたりの金額と購入した点数、こちらをかけたものになりますので計算式を入れていきます。入力モードは半角英数モードにしていきます。キーボードの半角全角キーを押して入力モードを A にしておきましょう。シフトキーを押しながらイコールセル D3 かけるかけるはアスタリスクになります。セル E3、 画面のようにイコールセル D3かける E3 になりましたらエンターキーを押します。続いてセル F3、 こちらをオートフィルの機能でセル F5 までドラッグしていきます。セル F3 の右下のフィルハンドルにマウスをポイントし、マウスの形がこのような少し太めのプラスに変わりましたら、マウスの左ボタンを押したままセル F5 までドラッグしていきます。できましたらオートフィルオプションの下向きの矢印をクリックし、書式なしコピーをクリックします。続いてセル F6 をクリックします。こちらにはセル F3 からセル F5 までの合計を出していきます。セル F6 が選択された状態で
ホームタブより編集グループの合計オートサムボタンシグマのマークをクリックします。合計をする範囲はセル F の3から F の5になります。自動でなるかと思いますが、もしならない場合はセル F の3から F の5までをドラッグします。周りが点線で囲まれているかと思います。画面のようになりましたらエンターキーを押します。これでセル F の6には F の3から F の5の合計が表示されるようになります。セル C の5からセル G の5までをドラッグし、罫線ボタンの下向きの矢印をクリックして下二重罫線をクリックします。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。ではこの1日分の表を下にドラッグしていきます。表示倍率はまた少し小さくしていきます。セル C の3からセル G の6までを範囲選択します。右下のフィルハンドルにマウスをポイントします。マウスの形がこのように少し太めのプラスに変わりましたら、マウスの左ボタンを押したまま下へとドラッグしていきます。マウスを離さずに頑張って1月31日まで持っていきましょう。難しければこの日にちの区切りのところでマウスを離して続きをやっていきます。続きを行う場合は少し注意点があります。ではここで一度マウスを離します。表のコピーができているのですが、こちらのナンバーのところが変わってしまっています。オートフィルの機能が働いて連番になりました。こちらを全部1、2、3に直していきます。オートフィルオプションの下向きの矢印をクリックし、セルのコピーをクリックします。そうしますとどの表もナンバーが1、2、3、1、2、3となっていきます。それでは続きをあと少しやっていきましょう。途中で離してしまった場合にはこの最後の表、こちらを選択してフィルハンドルにマウスをポイントし、下までドラッグして1月31日までコピーしていきましょう。できましたらこちらもナンバーのところが連番になりますので、オートフィルオプションの下向きの矢印をクリックし、セルのコピーをクリックします。これで1月1日から31日までの表ができました。では日付、この項目のところにも枠をつけていきましょう。セル B の2からセル G の2を選択します。ホームタブより罫線ボタンの下向きの矢印をクリックし、格子をクリックします。続いて罫線ボタンの下向きの矢印をクリックして太い外枠をクリックします。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。では次にセル E の127をクリックします。こちらには総合計と入力します。エンターキーを押します。さらに書式設定はホームタブより太字、配置グループより右揃えをクリックします。次にセル F の127をクリックします。こちらには日ごとの合計を総合計した結果、こちらを表示させます。セル F の127、こちらのセルがアクティブになっている状態で、ホームタブより編集グループのオートサムボタンシグマのマーク、こちらをクリックします。そうしますと自動で日ごとの合計の計算するセルだけが選択されます。画面のようになりましたらエンターキーを押します。総合計の値が表示されるように計算式が入りました。ではセル E の127からセル F の127を選択し、ホームタブより罫線ボタンの下向きの矢印をクリックして格子を選択します。続いて太い外枠をクリックします。できましたら表をスクロールして上の方に持っていきます。セル D の3からセル F の127までをドラッグして選択していきます。
選択しづらい場合は表示倍率を低くすると良いかと思います。画面のように選択ができましたら、ホームタブより数値グループの桁区切りスタイル、カンマ、こちらをクリックします。そうしますと4桁以上の数字でカンマが入るようになります。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。日付、セル B の3、こちらに1月1日と入っています。以下1月31日まで表示されていますが、これは仮のものですので消していきます。セル B の3からセル B の126まで選択ができましたら、デリートキーを押します。データは消えますが、書式の設定は残っていますので、この後また日付を入れても1月1日というふうに日付が表示されます。これが日ごとのデータを入力する原本になります。ではシートの見出し、シート2と書かれたところをダブルクリックします。シート2の周りがグレーになります。バックスペースキーを押してシート2の表示を消しましたら、カーソルだけがチカチカしていることを確認します。こちらには会議室使用料原本と入力しましょう。できましたらエンターキーで確定していきます。こちらを原本としていきます。ではこの会議室使用料原本、このシートをコピーします。会議室使用料原本のシートの見出しにマウスをポイントします。マウスをポイントしましたら、マウスの左ボタンを押したままキーボードのコントロールキーを押します。画面のようにこのメモのようなところにプラスのマークが出ましたら、コピーをするよという合図になります。このままコントロールキーは離さずに、マウスを右の方にドラッグしていきます。画面のようになりましたら、マウスを離してからコントロールキーを離します。会議室使用料原本括弧2というふうにシートがコピーされました。ではこの末尾が括弧2になっているシート名を直していきましょう。会議室使用料原本括弧2のシートの見出しをダブルクリックします。見出しがグレーに変わりましたら、バックスペースキーを押します。カーソルだけがチカチカしている状態で1月と入力します。スペースキーで変換して画面の1月になりましたら、エンターキーで確定していきます。1月のデータを入力できるようにしていきます。ではセル B の3をクリックします。1月1日と入力しましたら、セル B の3の右下のフィルハンドルにマウスをポイントして1月31日まで下へドラッグしていきましょう。B の126まで来ましたらマウスを離します。1月1日から1月31日までの日付が入りました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。ではこちらにデータを入力していきましょう。セル D の31、1月8日、こちらに単価を入力していきます。この表はとても長いので項目が見えなくなると入力しづらいかと思います。この項目がいつでも見えるように、この行を、項目の行を固定していきましょう。行3をクリックします。表示タブをクリックします。ウィンドウ枠の固定の下向きの矢印をクリックして、ウィンドウ枠の固定、この3つある固定の中の一番上をクリックします。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。行2と行3の間に細い線が入りました。行1と行2が固定された状態ですので、スクロールをしてもいつでもこの項目が見えるようになります。とても長い表を作るときはこのように固定すると便利です。ではセル D の31には500と入力します。点数は2と入力します。セル F の31は計算式が入っていますので、自動的にこのように線と入力がされます。
では適用を入力していきましょう。セル G の31には午前中2時間括弧第1会議室閉じ括弧、このように入力をしていきます。セル D の32こちらには400と入力して、セル E の32には2と入力します。セル G の32適用の欄には午後2時間括弧和室閉じ括弧、このように入力していきます。1月8日は午前と午後と2時間ずつ会議室を使用したということですが、お部屋が違いますので、このように2つに分けて入力しました。では続いて他の日も入力してみましょう。セル D の59こちらにはまた500と入力し、点数こちらは2と入力します。計算式が入っていますので、金額のところは自動で表示されます。では適用を入力していきましょう。午前中2時間第1会議室閉じ括弧、セル D の87こちらには400、セル E の87は2と入力します。セル G の87の適用欄には午後2時間括弧和室閉じ括弧と入力します。続いてセル D の111、1月28日のところにはこちらに入れていきましょう。400、セル E の111には3、午後3時間括弧和室閉じ括弧、このように入力しました。では最後にセル D の123、こちらには500、セル E の123には2、セル G の123午前中2時間括弧第1会議室閉じ括弧と、このように入力しました。日ごとの合計が入力され、セル F の127には総合計の金額が入力されました。5800円になります。ではこの日ごとの合計を会議室使用料集計2024のシートに貼り付けたいと思います。それぞれの日ごとの合計の行だけを表示して貼り付けていきます。では項目のセルどこでも構いません。クリックします。画面ではセル E の2点数のところをクリックします。データタブをクリックして、並べ替えとフィルターグループの中のフィルター、この上後のマーク、こちらをクリックします。項目のところにこのフィルターのマークがつきました。ではセル E の2の点数のところのフィルターをクリックします。この中から一度すべて選択と書かれているところのチェックマーク、これをクリックしてチェックをすべて外します。次に合計のところをクリックして、ここだけにチェックを入れます。できましたら OK ボタンをクリックします。そうしますと1月1日から31日までの合計の行だけが表示されます。行がなくなってしまったわけではなくて隠れている状態です。行番号を見ていただきますと、行1、行2、次が行6、行10というふうに間の数字が抜けています。これは間の数字が非表示になって見えなくなっているという状態です。それではセル F の6から
F の126までをドラッグして選択します。ホームタブをクリックしてコピーをクリックします。シート会議室使用量集計2024、こちらをクリックします。最初に作った表が表示されているシートです。こちらのセル C の6をクリックします。ホームタブより貼り付けボタンの下向きの矢印をクリックします。値の貼り付けの中から値、こちらにマウスをポイントしクリックします。そうしますとセル C の6からセル C の36までに先ほどの1月の会議室の使用量のデータが貼り付けられ、合計も貼り付けられました。値貼り付けをしていますので、こちらには計算式は入っていません。集計の表の5800とこちらの先ほど表示されていた5800が一致しています。合計の行だけが表示されているので総合計が出ていませんので、こちらを確認してみましょう。キーボードのエスケープキー、一番左上の ESC というキーを1回押して選択を解除します。続いてセル E の2の点数のところのフィルター、こちらをクリックします。点数からフィルターをクリア、こちらをクリックします。そうしますと先ほどまで隠れていた行がすべて表示されました。総合計5800、こちらも表示されています。集計の表の合計と一致しています。これで日ごとの合計が貼り付けられました。同様に2月3月も同じようにやっていきます。それぞれの月のシートを作るときは、この会議室使用量原本をコピーしていきます。2月のシートを作ってみましょう。シート会議室使用量原本、こちらにマウスをポイントします。マウスの左ボタンを押したまま、キーボードのコントロールキーを押します。このメモのようなマークにプラスが出ましたら、マウスをドラッグして1月の右隣に持っていきましょう。画面のようになりましたらマウスを離してコントロールキーを離します。会議室使用量原本括弧2というふうにシート名が自動で表示されました。こちらを2月のシートにしていきますので、シート名を直していきます。会議室使用量原本括弧2、こちらをダブルクリックします。シート名のところがグレーに変わりましたら、バックスペースキーを押します。カーソルがチカチカしましたら、こちらに2月と入力してエンターキーを押します。1月のシートの隣に2月のシートができました。では、日付を入力していきましょう。セル B の3をクリックして、2/1と入力すると2月1日と表示されます。セル B の3の右下のフィルハンドル、こちらにマウスをポイントし、マウスの形が少し太めのプラスに変わりましたら、下へとドラッグしていきます。2024年は2月29日までありますので、2月29日まで来ましたら、セル B の118ですね。ここまで来ましたらマウスを離します。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。これで2月のシートができました。2月のデータを入力するときも、この項目を固定した方が入力しやすいかと思います。会議室使用量原本の方であらかじめこの項目を固定しておくと、固定した状態でシートをコピーしますと、コピーされたシートもやはりこの項目が固定されるようになります。では項目を固定してみましょう。行3をクリックし、表示タブよりウィンドウ枠の固定の下向きの矢印をクリックします。ウィンドウ枠の固定をクリックします。項目が固定されました。この状態でシートをコピーしてみます。会議室使用量原本にマウスをポイントし、キーボードのコントロールキーを押しながら2月の右隣にマウスをドラッグしていきます。画面のようになりましたらマウスを離してからコントロールキーを離します。会議室使用量原本括弧2の新しいシートができました。ではこちらもシート名を変えていきましょう。シートの見出し
会議室使用料原本括弧2のところにマウスをポイントし、ダブルクリックしましたら、バックスペースキーを押します。3月と入力して、エンターキーで確定していきます。そうしますと、この項目も固定された状態でシートがコピーされます。固定の解除は必要に応じて行いましょう。解除をするときは、表示タブよりウィンドウ枠の固定の下向きの矢印をクリックし、ウィンドウ枠固定の解除をクリックしますと、固定の設定がなくなります。原本を固定し、さらにフィルターをつけた状態でシートをコピーすると、フィルターもコピーされます。このような要領で、2月のデータ、3月のデータというのを、都度シートをコピーして作っていくと、12ヶ月分の会議室使用料のデータがすべて貼り付けられて、1年分の集計ができるということになります。よかったら、私たちと一緒に練習しましょう。皆さん大変お疲れ様でした。会議室使用料の集計の表は上手にできましたでしょうか。今回は会議室使用料という科目で作りましたけれども、このような集計表を作っておいて、これを別の名前で付け替えて保存すると、別な科目として保存することができます。科目はおそらく1科目ではなく何科目もあるかと思いますが、一つファイルを作っておいて、それを元にいくつか作っておくと、各科目の項目名、科目名や金額や内容、そちらを入れ替えるだけで表を集計することができるかと思います。会計の係になった方は1年間作業が大変かと思いますが、今回の動画を参考にして集計をしてみていただければと思います。集計を行う場合にはこれ以外の方法も良いかと思います。他の方法もまた機会がありましたら動画をアップしていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。嬉しい、楽しい、パソチャTVまた見てね。